皆さんこんにちは、ストアノンです。この送電子を今すぐ買うのだ。ジョンソンウィル、ちょっと高くて手が出せてないそこのあなた、私がこれからこの送電子の魅力を十分に引き出してみせましょう。ということで今回は春巻きの皮とジョンソンウィル、そしてチーズを使ってソーセージチーズ春巻きを作ろうと思います。ではジョンソンウィルを焼いていきましょう。焼かない、巻いていきましょう。ギリギリじゃないサイズ、この辺がちっちゃく見になるはず。よし巻くぞ。よいしょ。でまた巻く。これよこれよこれ。あらいいんじゃないの、ちょっとギュッギュッギュッ。でこのねカパッと開いたところはふりて、ふりふりってできたよ。あと焼くだけ。面白いお料理動画アップしてるのでぜひ見てください。チャンネル登録、ツイッターフォローよろしくね。ボボボボボボ、まあ、揚げ焼きにしたいんでね、そんなに、まあ、これくらいでいいかな多分。ほーいい音だね。あーね、よいしょ。完成しました、ジョンソンウィルチーズ春巻きです。コンビニのホットコーナーの前と同じ匂いがする。お腹すく匂いだね。どうなってるんでしょう、切ってみましょう。いい音。すごい、とりあえずギュッとした肉これ美味しそうだね。早速食べてみましょう。見てこれ、これさすごいいい見た目しとる。これさすごくない、横からね出てるんですよチーズさん。いただきます。めちゃくちゃジューシーだね。チーズがのみのみもちもちよ。味大仙チーズを使ったんですよ今回。あれが見事に構想してるね。ジョンソンウィルの美味しさを引き出すためのチーズみたいな感じになってて、ジョンソン汁を含んだチーズがめちゃくちゃ美味しいです。かぶりついてみようかな。重いんだこれ。めっちゃいい子。チーズさ流れるだったら失敗かなと思ったけど抵抗だわ。超サクサク、新手のチーズハットみたいな。油きついかなと思ったけどそういうわけでもなく食べやすいですね。そんなわけで今回はジョンソンウィルチーズ春巻きを作ってみたんですけど美味しかった。ソーセージを揚げることってまずないじゃない。で素揚げとかね天ぷらもたまに見るけど、春巻きの皮だからこそカリッカリでね中がジューシーにいただけたんじゃないかなと思います。流れ出ちゃったチーズも美味しかった。皆さんもぜひお試しください。では次の動画でお会いしちゃう。